開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。各件調査のため、本日政府参考人として内閣官房、内閣人事局、内閣審議官藤田実さん、国家公務員倫理審査会事務局長佐々木正幸さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山拓司さん、法務省刑事局長川原隆二さん、及び防衛省大臣官房報道官伊藤茂樹さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。葉梨康弘さん。